センターレーンが好きです。試合とかでも一番早いとセンターレーンに入るので、自分のコース、自分のためのコース。だけどやっぱりみんなにどうしても勝てないので、今はどんなに頑張って泳いでも誰にも勝てない虚しさっていう、自分の中にいるネガティブな気持ちがその自分の中の敵かなと思います。最悪な未来は泳げなくなること。この病気は5年経って再発しなければ、完治っていう、自分が何かできるわけではないけど再発しないことを願って、これでもう泳げなくなったら私はもう水泳と関わるかどうかわからないので、病気になる前はアスリートとしての自分のことしかわからないから、自分が自由にこうしてプールにいることとか生きてることっていうのが当たり前だったから、その自分がとにかく強くなることだけを考えて過ごしてたので、やっぱり病気になってアスリートとしての池江璃花子と病気を患った池江璃花子っていう2人の人間がいることによって、本当にたくさんの方の気持ちが分かるようになったというか、自分にとって生きてることっていうことがまずは一つの経験、大きな経験になってるので、自分が泳いでるだけで勇気をもらったって言ってくださる方もたくさんいたりするので、だけどよく考えたらその周りの人たちのために泳いでるわけじゃなくて、自分が水泳が楽しいから泳いでるわけであって、人に左右される話ではないかなっていうふうに思ってます。過去のこととか気にしてても何も変わらないので、とにかく自分が何をすれば何か未来が変わるのかっていう、後ろを振り向く必要はないかなと思います。何か一つのちょっとだけ違った行動だったり考えで運命とか未来って簡単に変わると思ってるので、だからこの今のこの瞬間をどう生きるか、どう大切にしていくかっていうのも自分の人生において、誰の人生においても大切なことだなっていうふうに思ってます。